さっき、理解できないかもしれないですが、今やっとかないとやばいから、または今やっといた方がいいからやるんです。そう降りてきてから、五島テレビのトリセツっていう動画を撮ったんですけども、ちょっとその回答編というか、古畑任三郎さんという解決編ですみたいな、そういうちょっと話したいなと思ってるんですけど、やっぱ良かったなと思ったんですね。それどういうことかっていうと、僕がその確定申告やらなきゃいけないのに、指輪やったり、動画やったりみたいな、勝手にそう動いちゃってるんです、僕が。なんか言い訳みたいに言うと、僕がやりたくてやってるっていうか、もう勝手にそう動いちゃうんですよ。で、なんでそうなのかなって思うんだけど、そうした方がいいから、もうやってると思うんですよ。で、やっぱやってよかったと思って、それの回答編なんですけど、何かっていうと、その動画、これ回答編ですけど、その動画の最初冒頭なんか入ってるじゃないですか、後藤輝樹 YouTube みたいな、その入れたんですよ。入れたっていうか、なんかたまたまそうなっちゃったんですよ。たまたまそうなっちゃったっていうか、動画の途中で、止まっちゃったって言ったと思うんですが、動画の途中で、動画撮りすぎてて、そのハードディスクの容量が多くなってて、止まっちゃったんですよ、多分。で、その蓄積されてたやつをちょっとゴミ箱に入れて、もう処分して、そしたらまた撮れるようになって撮ったんですね。で、だからつなげないといけないんですよ、動画を。動画をつなげなきゃいけなかったんですけど、で今まで、そういうソフト昔のソフトを使ってたんですが、でもそれはもう本当になんかもう終了、もう本当終了してて、それをもうまだ使ってるみたいな状態。もうそれは本当はもう終了してて、新しいのを切り替えなきゃいけないっていう状態だったんですけど、僕はまだそれ結構使いやすくて使ってたんですね。で、なんかいいのないかなってずっと思ってたんですよ、それはずっと。もうずっともう長年ずっと思ってて、でもなんかいいのないなとか、で、いいのあったとしたら有料だったりするじゃないですか。で、無料でなんかいいのないかなってずっと思ってたんですよ。いいのあればいいな、いいな。これもさっき動画撮りました、オーダーの話。思うこと、伝えることだから、本当オーダー出さなきゃダメっていうその動画がありましたけど、それもいいのないかなずっと思ってたんですよ、ずっと。でもいつかって、そういう状態で、めちゃくちゃ思ってはなかったんですけど、結構思ってたんですね。で、なんつうんだ。で、結構前か、実家に行った時に、お父さんがなんかパソコンで、なんか、これをなんか、何とかしてくれみたいなんで、なんか動画の編集みたいなのやってくれみたいな、あったんですよ。もう簡単に言うと。動画の編集大変やなと思って、うわーと思ったんですよ。うわーと思ったし、しかもスペックが、そのパソコンのスペックもちょっとちょっと昔で、僕が使ってるのは結構いいやつなんですけど、実家のは僕がいいパソコンを買ったので、その古いやつを実家に使いますって言って持ってったんですよね。だからちょっと古いやつ。で、しかもお父さんってなんつうんだろう。ちょっとなんつうんだろう、僕は結構割と綺麗にしてるんだけど、お父さん結構綺麗にしてないっていうか、だから結構しかもなんつうんだろう、埃っていうか、部屋で服とかかけてるから、その服のなんか繊維みたいなのが多分もう結構パソコンの中に入っちゃうっていうか、多分汚れてるんですよ。汚れてるから結構、埃みたいなのに溜まってると思うんです。僕の部屋は多分ね、そういうのあんまないから結構綺麗なんですよ。で、だからそういうのも含めて、結構スピリチュアル的に言ったらあれかもしれないけど、僕結構丁寧に使うから、パソコンさん大好き、愛してる、愛してる、パソコンさん大好き、みんなありがとう、いつもありがとう、大好き、大好き。多分ね、すごい頑張ってくれてる。本当ありがとう、いつも。ありがとう、みんなありがとう。本当にありがとう、ありがとう。本当にね、いつも頑張ってくれてるんですよ。この服とかもすごいめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですよ、多分。本当ありがとう。みんなありがとう。ありがとう。愛してます。ありがとう。愛してます。愛してます。愛してる。みんなありがとう。愛してる。本当に。本当に、もうここぞとばかりにちょっと言わせてください。本当ありがとうございます。愛してます。みんな愛してます。本当に。愛してる。大好きだよ、みんな。大好き。大好き。愛してる。愛してる。大好き。本当に大好き、愛してる。ちょっとここだけ見たらちょっとやばい人かと思うんですけど、本当に皆さん本当愛してる。愛してるんですけど、だから結構、だから僕のはだから、結構ね、頑張ってくれてるんです。本当に、本当にありがとう、本当に。もうこれエンドレスや、これ、エンドレス。エンドレスで、本当に、ありがとう、本当に。ありがとうございます。だから、でも、そのお父さんのは、ちょっとね、なんか酷使してる感じあるんですよ。酷使っていうか、手入れしてないから、もう手入れせなあかんで、もう手入れしてあげなきゃな。うん、そんな俺が言ってるんだったらやんなきゃな。まあ、でもまあまあ、だからちょっと、うんってあったんだけど、でもね、まあ、お父さんの、まあ、親孝行って言ってるじゃないですか。だからまあ、しゃあないなと思って、いや、このスペックで、この動画編集、ちょっとできるから、それか、もしくはもう俺がその湯河原の家帰って、持ち帰ってやった方がいいのかなとか、すごく考えながら、そのパソコン取ってね、実家のパソコンいじってたんですよ。いや、これ無理やろってかもうね、キーボード自体がなんかもう汚い。もうね、でもたまに清掃する俺はたまに行くたび清掃するんだけど、キーボードとかね、マウスがね、もう汚い。俺からすると汚い。申し訳ない。うん、だから清掃せないあかん。清掃する。次行ったら清掃する。なんか手垢かなんかで汚い。もう、なんでそんなの、もうね、手垢のままするやん、ほんと。お父さん。手垢のままあかん。ちょっと清掃せなあかんで、ほんと。だからほんとキーボードとかね、もうほんとにもう、うん、だから俺がそう清掃せなあかん、ほんと。俺も清掃する。うん。でたまにやるんだけど、だからそう、俺が拒否ってた。だからちょっと、もう汚いイメージがあって、そう拒否ってたんだ、多分そういう。うん、今こう降りてきたら、そう拒否ってたんだな。だから俺は清掃、だから手入れせなあかんな、ほんと、なんか悲しくなってきた、申し訳なくなってきた。元はだって俺のパソコンやったし、ちょっと申し訳なさが出てきた。本当申し訳なくなってきた。まあまあいや、だからそれで、だから、できるかなと思ったら、なんかできたんですよ。で、そこでなんか、なんだっけ、名前なんつうんだこれ。クリップチャンプ、マイクロソフトさんのクリップチャンプ、その後継機、俺が使ってたやつの後継機でクリップチャンプさんっていうのが出てて、なんか使ってみたんです。そしたら、思いのほか使い勝手が良くて、クリップチャンプさん、本当に、マジこれね、使い勝手良かったんですよ。その実家でやったとき。でも俺が前使ってたのが、でもね、使い慣れてるし、いいかなとは思いながら、それでクリップチャンプさんで全部それやったんですよ。もう何日間かに分けて、でもその実家に一回帰った時だけじゃもう終わらなかったから、また次行った時もね、やったんですね。なんか知んないけど、そう、一回じゃできなかった。なんかもうこれ以上はできませんみたいななんか来て、何それで制限一日何回までですと、できないのとか、なんかそういうのあっても何日かに分けてやったんですよ、もうこの。俺頑張った、本当に。俺頑張ったよ、本当に。素敵。後藤輝樹素敵。ありがとう、頑張った。本当に頑張った。ありがとう。セルフハグ、愛してます。セルフハグ、愛してます。あなた、もっと気持ち込めないと。セルフハグ、愛してます。本当に頑張った。誰も言ってくれない。本当に誰も言ってくれない。俺しか言ってくれないから、俺も本当頑張った、本当に頑張った。誰も言ってくれない、本当に。もう悲しくなってきた、本当に。俺頑張った、ありがとう、愛してる。本当に頑張ったよ、本当に。頑張ったわ、本当。そう、頑張ったんですよ。頑張った結果、まあ、だから情けは人のためならずっていうか、俺は人のためにね、お父さんのため、親孝行言ってるから、お父さんのためにやったんですよ。そしたら、そのスキルが身についちゃったんですよ、ちょっと。なんかこれなんか、こうだな、ああだな、みたいな。スキルが身について、しかもだから、そんなにスペック良くないのに、いいわけじゃないのに、少なくとも。割と動いたんですよ、サクサク。うん。で、でもなんか、うちのでできるかなって、まあ、でもちょっと俺忙しいから、忙しいって言っちゃダメ。忙しくない。てるきこと忙しくない。楽ちん、簡単、忙しくない。もう全然、余裕なんだけど、確定申告とかも結構ね、いろいろあるから、ちょっと全然やってなかったんですよ。で、そうなんです。で、なんか今日、その確定申告やって、指輪のね、指輪、指輪でどうしようとかやってて、そしたらまたなんか動画撮っちゃってたりとか、なんかやって、で、まあ、その流れに任せていたら、その動画止まっちゃったわけですよ。あ、動画止まっちゃったなと思って、で、普段だったら、その前のやつ使ってたんですけど、なんかそこで降りてきて、で試しに、その、前のやつ使ってみ、その、お父さんのやつで、ところでやって、その、実家で使ってた、その、クリップチャンプさん、ちょっと使ってみようかなと、なんか思ったんですよ。で、やってみたら、なんか、うまくいったんですよ。しかもなんかね、マイクロソフトさんになんか登録しなきゃいけないみたいなのあったんですよ。実家でやったとき。あ、なんかちょっとややこしそうだ。もしかしたら俺使えないかもとかちょっと思っちゃってて、ちょっとそれもあって、二の足踏んでたんですよ。何かきっかけがないとやらなかったんですよ。実質的にはちょっとやれないような状態で、ちょっと放置してて、今日、その動画分かれちゃったから、くっつけなきゃと思って、ちょっとなんかやってみようかなってやったら、なんかサクサクできちゃったんですよ。しかもなんかね、そうなんか最初のなんか、そのなんか音源とかテンプレートみたいなのあってて、すごいなと思って。その、新しいやつはだからその、まあね、ゼータガンダムで言ったらさ、ガンダムマーク2乗ってて、それが、ね、ゼータガンダム来て、うわ、すごいみたいな、ちょっとね、ガンダムわかんない人だとね、ガンダム最近で言うとストライク、ね、ガンダムね、フリーダム乗ってるみたいな。フリーダム、まあいいや、ちょっと長くなるんで。まあちょっと、それやって、そしたらなんかそういうテンプレートみたいなのあって、で、それ最初僕、後藤輝樹 YouTube にとりあえずしたんだけど、最初 YouTube チャンネルみたいなのあって、あれ、このままでいいのかなって、ちょっと最初そのままでやりそうになったんだけど、いやいや、これだと、ただの チャンネルネームとか書いてあったんだけど、これだとチャンネルネームで、ちょっとなんかあれからと思って、あ、後藤輝樹にしようと思って、なんか、でもね、日本語のフォント対応してなくて、ちょっとそれなんか、またなんかダウンロードとかしたらできるのかわかんないけど、ちょっと、あ、そんなんあんだと思って、テキスト変えて、色とか、色がね、緑だったんですよ。黄緑だったんですよ。それをちょっと赤とかにして、赤と白の YouTube っぽい感じで、とりあえずやってみたの。そしたら、あ、こんな感じになるんだと思って、すごいと思って、これ無料でできんだと思って、ああ、よかったなと思って、ああ、ありがとうって。で、多分、まだまだいろんな可能性を秘めてるやつで、とりあえず、あ、ちょっと安心したっていう、あ、これ、最悪これ使えるなと思って、いいなと思ったんです、すごい。で、これって別に俺がね、まあ、ね、お願い、したし、お願いもしたし、そのたまたまね、その、なんつうんだろう、本当はその、だから、で今日も本当は確定申告しなきゃいけないのに、たまたまそっちに行って、それが得られたっていうか、本当偶然の、セレンデピピとか、あ、そういうのあんじゃん、なんか。なんだっけ、あともう一個。もう一個出てこないんだけど、忘れちゃったけど、そういうのあんじゃん。なんだっけ、セレンデピピじゃなくて、もう一個あるじゃん、もう一個。偶然の。まあいいや、もう出てこないのいいや、まあ、そういうことでしょ。だから、その、今日だけじゃなくて、そのね、お父さんに、あれやって、これやってみたいに言われたときに、もう、だから、本当はそんな予定になかったんですよ。本当はもう他にやらなきゃいけないことあるし、それよりも優先事項あったけど、まあ、お父さんにまあ言われたし、親孝行言ってるし、まあ、しょうがないなと思って、もうそっちやったんですよ。もうしょうがないから。本当はやる予定他にあったんですよ。今日の確定申告みたいに、確定申告やらなきゃいけない、なんかその時やらなきゃいけないことあったけど、もうお父さんに言われたからもう調べてちょっとやって、サクッと終わらせようみたいな感じやって取り掛かったんですよ。あ、でもこれ1日は無理だみたいな感じで、ちょっと細切れでやったんですけど、うん。だから本当だったら別にそれで断ったっていいわけじゃないか。ちょっとこれ難しい。一旦断りかけたんだけど、ちょっとやってみようと思ってやったらなんとかできたから、もうそのままやったんだけど、だからだから、それもうわかんない。正解わかんないじゃん、その時は。正解わかんないけど、あ、この時のためにやったんだな。今日はそれで、お父さんのためにやったことが、それが今日生きたわけでしょ。で、今日も生きたのも、本当は確定申告ね、やらなきゃいけないのになんか指輪がどうたらこうたらとか、その後動画撮ったりとか、で、動画撮ったで、その動画が別れちゃったから、あ、もうなんかまた別れちゃったから、なんかその動画編集しなきゃいけないなとか、編集するって言っても昔のその時ひらめいて、あ、お父さんのやつちょっと、まあ、使ってみようかなと思って、使ったらうまくいって、ああ、よかったって。で、これってさ、本当なんつうの、いやいや、それは別に今日じゃなくても全然できたんじゃないんですかとか、まあ、あるかもしれないやん、そういうね、そういうちょっと、ね、そういうツッコミする人いるやんか、そういう、別に今日じゃなくても別にいつかできたんじゃないですか。まあ、いつかできたかもしれないけど、今日、俺はだからノリノリでできたわけ、ノリノリで。あ、やったーと思って。だからこれ最初のインパクトって大事じゃん。例えばパチンコとかパチスロやる人ってさ、最初になんかいい入り、いい出会いだったから、いい勝ち方したから、おやした、これで次もなんか勝てるやってみようとかあるじゃん。俺ね、パチンコとかパチスロあんまやってないのは、ほぼやったことないのは、最初別になんか大勝ちしたとかもなんもないから、なんか、いや別になんかはまんなかったなみたいな。だから最初ってやっぱ大事なんですよ、これ。うん。だから、ね、男女の交際とかもそうじゃない。最初の入りとか。親友とかもそうじゃない、職場とかも最初の入りってやっぱ大事じゃないですか、最初のインパクトっていうのは。あ、これで、あ、よかったみたいな、最初の印象よかったらそのまま行くみたいなのあるじゃないですか。だから、このね、今日、その、ね、クリップチャンプさん、も、もしだからやったときに、性行為をしたときに、クリップチャンプさんと、セックスしたときに、ちょっと相性悪いなと思ったら、ちょっと、それでフェードアウトの可能性もあるやんか。だから今回ちょっと相性割と良かったんですよ。なんかスムーズに、なんか引っかかりなくできた。スムーズってよっしゃーというか、なんかなんつうんだろう、そう、引っかかりなくトントントンっていったから、あ、良かったなと思ったんですよ。うん。これトントントンっていかないことって普通にあるから、これマジで。うん。だからこういうことなんですよ。確定申告をやらなきゃいけないのに、やらずになんかその指輪がなんだか動画撮ったりとか、やった結果、まあ指輪も良かっただろうし、この動画もそうだし、結局動画編集のソフトを僕手にすることできたんですよ。このちょっと無駄じゃないですよ。この回り道のせいでっていうかおかげで。そういうことなんです。回答編というか。はい。うん。だから、その、でもこんなん説明できないでしょ、こんなん。その過去の時点で、いやもうやることやんなきゃいけない。なんでそんな別に余計なことやってるのみたいな。これあれですよ、鬼滅の刃でね、時任無一郎さんがね、無一郎さんが、本当はね、すぐ直行しなきゃいけないのに、優先順位が低い、ものに対処したものっていうのはね、失礼ですけど、ちょっとネタバレしちゃうんであれですけど、本当は直行しなきゃいけないのに、優先順位が、まあね、高くはないけれども、なんとなくそっち行ったんですよ。そういうことなんですよ。でも本当だから合理的な説明したら、いや、そこはもう、なんつうんだろう、切り捨てて、もう直行しなきゃいけなかったけども、そっち行ったんですよ。優先順位を低い方に行っちゃったんですよ。なんとなく。それは炭治郎さんのね、影響もあると思うんですけども、そういうことなんですよ。結果そっちで行ってよかったと思うんですね。まあ、わかんないですけど、結果そっち行ってよかったと思うんですよ。得られたものがあって、結果よかったと思うんですね、最終的に。うん。だからそういうことなんですよ。わかんないです。それ降りてきたから。わかんないです、それは。でもそれ説明するのは難しいと思うんですね。時任無一郎さんがさーってこう、チャチャチャって言って、早く行かなきゃみたいになってる時に、優先順位高いとこ行く。いや、なんか低いもんあった。あ、でも高いとこ行かなきゃ、でも低いとこ行かないとか、いやいや、それ説明してください。なんでですかって言うと、いや、なんとなくですって、もうそうなんですよ。そういう感じなんですよ。はい。っていう言い訳です。はい、言い訳です。でも、回答編というとこういう感じなんですよ。だから、その都度、これ今、こう喋ってるけど、これがめちゃくちゃあるんですよ、僕の場合。めちゃくちゃあるんです、こういうことが。今、これね、一つじゃないんだろうし、複雑に絡み合ってることを今、これ今、お届けできてるから、これ伝えてますけど、だからこれ、さっきの話とかでも言ったかもしれないけど、ちょっとさっきの動画、何の動画で言ってるかわかんないけど、思った時に撮れる環境だから今話してるんですよ。思った時に取れる環境じゃない場合は話してないんですよ。でもツイートするぐらい。で、実家にいる時とかはちょっと恥ずかしくて喋んないとか、もしかしたら歩いてる時に、このアスファルト映しながらこう、喋ってる時もあるけど、やっぱちょっと気散っちゃうじゃん、そんな。喋りながらこうね、道路状況見ながらとか、人が近く寄ってったらこんな大きな声で喋ってたら何やってんだとか思われるから、この状況じゃないと話しにくいことなんですよ。で、それ今話すタイミングだったから話してるんですよ。うん、だからそういう、なんか本当一期一会っていうか、本当出会いなんですよね。ご縁出会い。で、この話ができてるのも、ご縁出会いだし、これを聞いてる人、たまたま聞いてる人もこれご縁出会いなんですけど、これなんか意味あるんですよ。うん、この、あ、わかんない、そのヒントというか、出会いというか気づきというかヒントあるんですよ、何かしら。それ僕がね、なんかこう言ってることに対してなのか、もしくはたまたまこれね、今、この引っかかってるスリッパ見て、あ、そういえばスリッパ必要だったらスリッパ買いに行かなきゃっていうのかもしんないし、今日服何、着ようかなとか、明日何服着ようかなって、あ、俺が黒着てるから黒でもいいかなとか、あ、なんかダウンにしようかしろとかね、そういう感じ、そういうことなんですよ。でどっかでその、そういうのはあると思うんですね。だから、それがどうつながっていくか分かんないけども、だそういうのが僕は本当、たくさんあるんですよ、たくさん、毎日毎日。ただ、たまたま、そんなね、そんなしょっちゅう言うものじゃないし、今日こんなことあってこうですよって、毎回言う、あれでもないし、僕もまあいいから、僕もまあめんどくさいって言ったらあれですけど、ちょっとまあいいやいいやと、そういうので言ってないだけで、今回はそういう一連の流れ、そういう流れがあったから、これ今話してるし、動画撮れる状況だったし、今、やってますけど、まあ、通常はやってないだけであるんですよ、そういうの。だから皆さんもそういうなんか気づきというか、そういうなんか偶然の一致みたいな、そういうのをやっぱ大切にするといいですよね、このひらめきっていうか、降りてくるみたいな。でもそれは理屈じゃなくて、もう感じるものっていうか、そうなんですよ。はい。以上です。以上です。まあもう何言ってんだこいつって思う人はね、思うかもしれないし、だってね、こんなみんな愛してる、大好きだよとかさ、俺みんな大好き、愛してる、ありがとうとかさ、こんなにやってるな、こいつやばいな、こいつ、大丈夫かみたいな、ね、思う人もいるじゃん。でも、物を大切にするってさ、本当ね、大事でしょ、ああ、マウスちゃんありがとうとか。ね、大事でしょ、みんな愛してる、本当大好き。ごめんね、本当になんか。もっとして、なんかしてあげれなくて、もうちょっとごちゃごちゃしてるけど。でも、ここ、本当のパワースポットにしてるつもりだから、本当に。はい。だからそういう意識がやっぱ大事だから。だから大切にしてるって意識大事なんで、雑にはしてない。ちょっとね、はっちゃからってる、散らかってるかもしれないですけど、雑にはしないつもりなんです、本当に。はい、だからそういう意識は大事。まあ、ちょっと話取れるんであれですけど、まあ、そういうことなんです。ということでね、回答編でした。はい。何かの参考になれば幸いです。これだから、トリセツなのかな？トリセツとテルキ塾、両方にね、カテゴリーにその再生、登録、なんだっけ？再生チャンネルなんだよ。ちょっと忘れちゃったけど、その、くくり、やっとこうかなと。ということで、いつもありがとうございます。感謝してみます。皆さん大好きです。大好きだよ。大好きだよ。愛してます。何かの参考になれば幸いです。ご視聴です。ご視聴ありがとうございます。すいません。